ーの STU48 の元 STU! イエーイ、始まりました。はい、STU48 のみゆあなたが今好きなのは未来ずみちゃんとして、ね、今泉ね、もう一回ね、あなたが今好きなのは、はい、今泉、はい、あなたのハートもらい済み、福岡県出身19歳のミニタンこと今泉ミニアです。お願いします。ミニタン、はいはいはい、岡山県からどんぶらこ、瀬戸内一番元気を届けるのはミニタン、みんなで一緒にきびだんご、はい、ハムハム、ありがとうございます。岡山県出身、高校3年生、18歳になりました、リネタンこと宇都宮です。よろしくお願いします。リネタン、イエーイ、3回目、すごい。今回はイオンモール岡山にある晴れ松 TV のスタジオから、うん、お久しぶりにお届けしています、うん、やったーやったー。公式ホームページの応募フォームに寄せられたリクエストに答えていく番組です。これ今下に出てるやつですね。はい、私は今日岡山初上陸なんですけど、うん、そうそうそう、このスタジオにもね、うん、初上陸、うん、初めてのことがいっぱいで、そうだな、そう、思った以上にファンの方がね、うんうん、いや、いつもファンの方来てくださるんですけど、うん、今日なんかすごい多い気がする。そう、ミニは初めてだからね、うん、すごいもう嬉しい。そう、360度どこから見てもファンの方っていう感じですすごい嬉しいんですよ、うん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ということでイオンモール岡山の公式ホームページ晴れ松 TV からウェブ配信、世界に配信されているということで、ポップンカー、ありがとうございます。カムサムニア、世界に配信ってすごくない、うん、リルタン、世界考えたことある？いや、ないよ、もう日本しか見えてないけん私はそうだね、うん、じゃあこれを機にね、世界のことをね、たくさん知っていきましょう、はい、ということで、はい、うん、じゃあたくさんのリクエストをありがとうございます、うん、いや本当にありがとうございます、ね、嬉しい、うん、じゃあぐるぐる始めていきましょう、うん、イエーイめっちゃ合う、合うんだけど、今日嬉しい、ね、いつもじゃないの、あ、そう、いつもだった。とりあえず回していこう。あ、じゃあリネタンからね。オッケー、めっちゃ楽しいんだけど、あ、やばい、2個出てしまった。楽しいね、これ。さっきもミリタン一番最初に2個出たけど、私はこっち。お、ダダン、21番、お、21番、誰、これはね、うん、地元のおすすめのお菓子を教えてください、だって、これリネタン案件じゃないですか。ケンさんからですね、はい、ありがとうございます。地元のおすすめのお菓子か、まあでももちろん私はあの地元は岡山県出身なので、うん、やっぱり岡山のことは知り尽くしてるので、まあ地元のおすすめのお菓子といえばもちろんきびだんご、ハムハムハムのきびだんごですね。やっぱりね、あのきびだんご以外にもね、いっぱいあるんですけど、やっぱりその、うん、自分はきびだんご愛が強いので、あ、そうだね、そう、ミネタンがさ、うん、岡山帰ってる時にさ、うん、お土産できびだんごくれたよね、うん、そう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 、きびだんごあげた、そう、パッケージも可愛くて、うん、すごいさすが岡山だなと思った、うん、そう、きびだんごね、美味しかった、うん、何味あげたっけ、なんかね、3種類あったよ、なんか桃とプレーンと、うん、なんか白桃、じゃあ、多分白桃じゃねえ、あの、きび、きなこ、プレーンかな、うん、プレーンじゃん、多分プレーンもらったわ、うん、プレーン、そうそうそう、プレーン美味しかった、美味しかった、きびだんごか、じゃあミニは、私は福岡県出身なんですけど、福岡といったらやっぱり豆乳も、あ、ごめん、いや、今、ごめんなさいごめんね、明太子って言ってくれた、まあ、確かに明太子もだけど、私は豆乳もが結構地元のおすすめのお菓子ですかね、うん、え、明太子食べたことある、福岡の、うん、あの普通に、まあ食べとんじゃけど、福岡かどっかは分からんけど、まあ、食べとる、じゃあ明太子、みんな帰った時に、うん、今度明太子、うん、お土産で買ってくるから、ほんまにやん、それはめっちゃ嬉しい、だから、うん、ぜひ一緒に明太子パーティーしよう、え、しよう、はい、めっちゃ塩分取れるわ塩分取ってこう、一緒にむくむね、次の日、じゃあ、むくむね、2回言うとん、うん、じゃあ次回しまーす、はい、さらららら、まだまだ、よし、トゥン、お、ゾロ目、33番、やってみたいお仕事ありますか、けやきのこさん、けやきのこさん、ありがとうございます。やってみたいお仕事、そうだな、ミルはね、もう今まさに私、うん、ラジオとかすごい喋ることが本当に好きなので、うん、すごい
みんなとねこうやって喋ったり画面の向こうの皆さんに私たちの、ね、楽しい話を伝えたりする、うん、そういうお仕事がたくさん欲しいですね、うん、あとみんなファンのみんなにね直接会えるような公演とかが今後どんどん増えていったらなって思います、うん、でもミリタは確かにラジオのイメージがあるよね、本当、うんうん、ラジオ名はあんまちょっと言えれんけどなんかでも本当にねラジオ持っとるよな、うん、なんかそうだね、ラジオ1本レギュラーでやらせてもらってます、うん、すげえ、ほんまにそう、ありがとう、うん、あんま顔出さん方がいいんじゃん、あ、いや顔出したいけど、うん、すごいなんかトーク力を褒めていただけることが多いから、いや、ほんまにすごいよトーク力、うん、だからすごいお仕事、うん、ラジオとかは欲しいですね、うん、え、リネタは、うん、え、私はなんじゃろう、え、でもポンって、ポーン、全然それ見せてくれないじゃん、あ、すいませんそれでなんかやってみたいお仕事は、うんうん、まあでも基本お仕事をいただけるのありがたいので、まあね、何でも嬉しいんですけど、でもやっぱり、うん、自分好きな、うん、キャラクターとかいるし、うん、あと好きなお洋服めっちゃ好きなんで、うん、お洋服のお仕事とかやってみたいなと思います、あとは、うん、好きなキャラクターがいるんですけどそのキャラクターに囲まれるお仕事をしてみたいです、うん、あ、そう、すごいね、うん、そう、夢があるのいいよね、そう、ほんまに目標があるから叶えられるからすごいいいよね、クリータンもでも目標悪くない、まあ、痩せるっていうのが目標だよね普通に今は、でもすごいラジオとかこうやってテレビ出演とかモデルのお仕事とかねたくさんしていけるように頑張りましょう、頑張ろう、めっちゃ嬉しいほんまに、はい、ということで次回していきたいと思います、次ミリだよね、うん、え、違う、リネタンだよね、じゃあ回していけ、待て、いけってよっしゃ、ゴロゴロ、お、なんだろう、24番、お、24番、クリスマスじゃん、24番何だ、今ありがとうの感謝の気持ちを伝えるなら誰ですか、チーボーさんです、ありがとうございます、ありがとうございます、チーボーさん、感謝の気持ちか、でもね普段から結構感謝の気持ちこまめに伝えてるので、そうだ、ね、もちろん家族にもそうですし、周りのメンバーにもそうですし、そのやっぱ神様にもめっちゃなんか私感謝していてもうずっとほんまにありがとうございますってお祈りしようんだけど、まあでもやっぱりその中でも最近家族にふとした時になんかありがとうって伝えようと思ってこの前家族にメッセージトークのアプリでほんまにいつもありがとうって言ったら大丈夫かリネって言われてなんかあるんじゃないかって思われて心配の電話が来たんですけど、すごい、でもやっぱり家族はいつも支えてくれてるけん家族にお礼を言いたいですね、すごいです、なんか深いですね、なんかリネタンが言うとなんかリネタンが言うとね、カウンセリングにちょっとねたまた時々聞こえる時があるんだよなんとかだねみたいな、なんかあれセミナー開くセミナー開きがちなんでリネタンは、それ私もなんか勝手にそれ聞いてなんか深々ってすることも多いんですけど私は今感謝の気持ちを伝えるなら、やっぱりのメンバーですかね、 なお母さんにももちろん感謝してるんですけど、私はこっち福岡から広島に来て、なんかすごい悩むことが多くて、その一人暮らしをしたことなかったから、家事の仕方も料理も分からんしな、すごいみんなの助け合いがすごいあって、なんかご飯のおかずとかも全然ミリタン持って行っていいよみたいな、すごいなんかすごい家族のようにメンバーがいるから感謝したいな、しかも慣れん環境だったしな、そうな、だってミリタンもな、地方が私もそうじゃけど私なんかもうど田舎だったけんさ、もう慣れんのよ、もうほんまに広島都会に思えてきて、うんうん、福岡もでもなかなか都会じゃない、そう、都会、まあでも住めは都だよね、どこでも、まあそうね、でもね、一つごめん、言いたいことがあって、私なんか結構ブルーな時期があったんですよね、そしたらリネタンに、どうすればなんかこう開運になるって言ったら、だからリネタン、そう、さっきも神様に感謝を伝えるって言ったら、めっちゃ好きなよね、そういうの、素手でトイレ掃除するじゃがんみたいな言い出してじゃあ、みたいなえっと思って、なんか素手でトイレ掃除したらいいじゃがんみたいな言ってきて、え、リネタンしてるのと思って、私をはめようとしてるんじゃないかと思って、でもリネ本当に運上がったがんみたいな言ってきて、バカにしょるじゃん、さっきからしてない、いや本当にお金でバカにしょるじゃん、もう今後本当になんかそのミリがちょっと、ブルーな時期があったら、もうリネタン師匠の素手で、トイレをなんか掃除するっていうのを真似してみたいと思います、まず私のトイレ掃除の話は置いといて、他のメンバー、ミリタン
ターもそうだけど他のメンバーもみんな私の岡山弁をなんか変なところに語尾にジャガンってつけるんですよ。ほんまにさっきもするジャガンとか言って、うん、なんかほんまにバカでしょうかって思うんだけど、違う違う、でもそれすら好きになる、うん、突然のこと。でも多分間違った使い方してないと思うんですけど、使いよるよ、間違って間違った音、間違った音、かわいい、めっちゃ福岡弁で攻めるという、急にあざといな、はい、じゃあ感謝するなら神様とメンバーということでじゃあ次行きましょう。あざといなほんまに、はい、じゃあいい、え次ミリー、忘れがちだよねこれ、私さっきミリーどっち、私じゃ、そっか、うん、私じゃ、じゃあ回していきます。いや、お何番だ、何番だ、どど14番、え14番、おお、何これは、なんかすごい青春だ、かっこいいと思う部活は、かっこいいと思う部活、トシさんありがとうございます。でもかっこいいと思う部活か、うん、あでも私がなんか結構かっこいいって思うのは、うん、なんかそのバスケとか、おあとは、バスケかな、なんか本当に、うん、バスケかも、ミリー実はこう見えて、うん、すごい中学校時代女子バスケットボール部だったので、うん、なんか嬉しい、え、そうなの、うん、え、すごい、すごいバスケしてました私、かっこいいな、はい、ありがとうございますかっこいいな、え、かっこいいって言われて嬉しい、うん、なんだ、え、でも青春じゃないバスケって、そうなんだ、なんかほんまに、なんかもう服がもうガチじゃん、もうなんか、そっか、他のサッカー部とかもええけど、ね、サッカー部とか比べて、うん、なんかもうバスケはこう、ノースリーブ、そうだね、そう、ノースリーブ短パンでこう汗をまき散らしながらこうヘイヘイとかって投げていく感じ、多分この場に沖さんいたらコンプラのあれで引っかかってるよ今ピピーって言われちゃってるから、すごいなんか汗見てるの、え、なんかそっから出る汗見てるの、違うよ違う、もちろんバスケを見るけど、うん、なんかそういうなんか汗を流すっていうその青春のシンボルの汗を、うん、感じられるのって結構バスケじゃないかな、うん、すごい球技系ってなん大体かっこよく見えるよね、もう結局球技しか勝たんない、うん、そう、でもミリはねかっこいいと思う部活は、うん、ミリはあの卓球、ほんまに、ほんまにほんまに言ったあの小学校の頃に卓球クラブっていうのに入ってて、うん、全然ミリスマッシュがなかなかできなくて、うん、そうスマッシュすごい早いじゃないですか、うん、できる人のスマッシュ卓球だったんじゃん、あれをね初めて生で見た時、うん、かっけえと思って、そっから結構かっこいいと思う部活は卓球部ですね、えー、すげえな、卓球部ってあんま聞いたことないけど、すごい、うん、スマッシュ本当にないよ、見れないから、え、なんか、うん、部活の紹介の時に、うん、あのどの部活入りますかっていう時に先輩たちが代表で、うん、なんとかなんとかスマッシュっていうやつがあって、それをやった瞬間にもう全校集会だったんですけど、みんなが爆笑し始めて、いやバカにしてはしないんですけど、うん、いやめっちゃ面白いなっていう印象がありますね、卓球部はすごいね、なんかすごい卓球部の面白い話が聞けたね、そうスマッシュ、え、リュータン部活入ってたの、私は部活、中学校はパソコン部で、うん、高校が和太鼓の部活に、あーそっか、うん、だからリネタなんかレッスン中に急になんか、うん、あーし、なんか急になんかなんかたまになんか初期の頃は結構なんか急にリズムとか、うん、今でもたまにやる、失礼の時とかもちょっと本当に怖かったです、そうそうやりますよ、めっちゃ上手なの、ぜひみんな、はい、なんか特技として使ってください、うん、それいいね、はい、ということで次行きましょう次待って学校、イエーイ、じゃあコロコロしまーす、コローン、お、何ですか、好きな数字25番、お互いを褒め合ってください、あれあれ違うよ、これは最初、うん、一番最初にやったからやってないんだよ、あ、そっか、そう、お互いを褒め合ってください、え、リネタ、うん、リネタはすごい可愛い、うん、嬉しい、さっきね嬉しかったことってやったもんな、そう、お互いを褒め合ってください、え、いいさんか、いいさんです、ね、ありがとうございます、すごいリネタンかわいい、リネタンは私ミリタンは、うん、なんか鼻高い鼻が高い、めっちゃ部分的に鼻が高いなって思いました、からすごい横の横顔がめっちゃ綺麗です、恥ずかしいので、うん、次行きましょう、はい、はい、じゃあコロコロしてはいはい、もう、うん、じゃあほんまに、じゃあもうたくさんいっぱいありがたい、お便りありがとうございます、うん、ということでそろそろお時間となってきました、
ターすごい。じゃあ告知をさせてください、うん、このターの伸びで。何何、はい、皆さん私たちの STU48 モバイルはチェックしてくれてますか？チェックしてくれてる？ STU48 のいろいろなニュースやメンバーブログも見れちゃいます、うん、ぜひ皆さんチェックしてみてください。お願いします。イエーイ。はい、次回の収録にどんなメンバーがやってくるかは当日までわかりませんよ。ドキドキ。はい、番組に関することはイオンモール岡山のホームページにある STU48 のもっと STU の公式ホームページでチェックしてくださいね。チェックしてね。番組にもどんどんリクエストをお寄せください。はい、公式ホームページのね、応募ホームからたくさんリクエストする、うん、できるので、ぜひ皆さんここ、うん、どし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 送ってください。いっぱい送ってね。はい、放送は毎週土曜の、うん、これは8時から、うん、で再放送日は日曜から木曜までの毎日夜8時からです。そう、8時さっきね、しっかり覚えて、しっかり8時です。皆さん8時で見てください。では、それではエンディング、思い出せる恋をしようを聞きながらお別れです。じゃあいきますよ。それでは